はい、どうもエンディです。ドラゴンクエストビルダーズ続きをやっていきたいと思います。前回は王子術の墓の途中まで行ったんですが、別セーブデータ作ってでゴーレム倒してっていう感じでやっていきたいと思いますので、ゴーレム倒します。いきます。 OK、行こう。あ、やべえ、その前にバトルなのか。ちょっとやばいな。時間大丈夫か。これはちょっとやばいんじゃないか。ちょっと誤算だな。いいな。いよいよ。はい、次がゲーム行きます。 OK、 いよいよ。もうそこの話はどうでもいいから。おっと、まだバトルが、時間大丈夫か。時間やばいぞこれ。いい、もうそういうのいい。 OK、 くそ、時間がな。まだやるの。時間的に多分無理だな。3回連続のバトルがあると思わなかった。うん、もういいよ。
行っちまおうぜ。障害というか忘れつつで、魔法の弾と、シールドを使ってやっていきますと、来た。それを3ぞ。いいよ。出たー。ほい。やります。はいはい、うん、伝説のですよ。ここから作れる、ここで作れるな。ちか作れるは持ってたわ。うん、持ってた。はいっす。うん、ええー、闇を晴らしましたね。よしよし、おい、
夜が明けたな。厳しいですね。普通に。お。さよなら。21 やっぱりな、やっちゃったな。お、ここら辺がクリアされてますね。で次が20日以内にクリアするを1のセーブデータでやって、でもう1回あとは他に下の2つをやるって感じですかね。お、来たー、来たわー、ようやく。よし、ようやくですね、ようやくです。